仮説上の天体では、学問上の仮説として存在が提唱され、後に存在が否定されたか、存在が確認されていない天体について記述する。インド先生術など、科学ではないが先生術や神秘学などでの仮説上の惑星についてもこの項目で解説している。フィクション作品に登場する架空の天体については、カテゴリー、架空の天体を参照のこと。 バルカン、編集詳細は、バルカンを参照バルカン仮説は、水星より内側にも惑星が存在するのではないかという説。もともと海王星は、天皇星の外側に惑星がないと、天皇星の軌道のズレが説明できないため、存在の仮説が立てられて、発見に至ったが、同じように水星にも、軌道のズレがあったため、水星の内側にも惑星が存在するのでは、 ないかという仮説がユルバン・ルベリエによって立てられた。後に存在しないことが分かり、彗星の軌道のズレもアインシュタインの相対性理論にて説明づけられた。一つの惑星ではなく、新たな小惑星体バルカノイドが存在するという仮説もある。バルカンの名称はローマ神話のウールカーヌスに由来する。惑星 X、編集、惑星 X だと思われた。 冥王星詳細は惑星 X を参照惑星 X 仮説は海王星や冥王星の外側にもさらに惑星が存在するという説。第9番惑星としてあるいは冥王星の発見から惑星除外までは第10番惑星として探索が行われてきた。もともと海王星は天王星の外側に惑星がないと天王星の軌道のズレが説明できないため、 存在の仮説が立てられて発見に至ったが天皇星と海王星にもさらにそれだけでは説明できない軌道のズレがあったためパーシバル・ローエルらによってさらに外側に大型の惑星が存在するのではという仮説が立てられたに当たらなかったためでもある1930年に冥王星が発見されると惑星 X の探索は決着がついたと思われたしかし その後の観測が進むにつれ、冥王星の質量は、海王星軌道に影響を及ぼすには全く足りないことが明らかになり、探索は振り出しに戻った。現在では、仮説の前提であった天皇星や海王星の質量が推定より小さかったことが判明し、このような意味における惑星の存在は否定された。一方、エッジはスカイパーベルトの外側に極端な、 楕円軌道を持つ外円天体が存在する理由を説明するために、改めて惑星 X 仮説が取り上げられるようになり、2008年には神戸大学のグループがその軌道の理論的予測を発表した。水星の衛星、編集、水星の衛星も、参照1974年、マリナー15が水星フライバイ中に極端な紫外線の放射を観測した。 これは未知の衛星によるものではないかと考えられたが、すぐに水星の背後にあった恒星のコップザ31番星に由来することが判明した。金星の衛星、編集17世紀から19世紀にかけて金星の衛星がたびたび観測され、エジプト神話のネートからネートと名付けられた。その存在について長年議論が続いていたが、最終的には否定された。 地球の衛星、編集、ガツ以外の地球の衛星へも、参照1846年、フランス・トゥールーズ天文台のプチは、複数の流星の軌道を研究した結果、地球の衛星軌道に乗っている流星を発見したが、軌道決定の不確実さなどから疑問視された。この衛星を、ドイツ語で、小さな欠片という意味のクラインヒエンと呼ぶ者も,もいる。ジュール・ベルヌの SF 小説、 ガツ世界へ行くにはこの衛星が、プチの名と共に登場する。1898年、ハンブルクのバルテマットは、月の軌道の揺らぎから、地球からの距離1 0 0万キロメートル、直径700キロメートル、公転周期119日、会合周期177日の第2の衛星を、仮定し、その衛星の太陽面通過を予言した。そして、 予言通り太陽面通過を観測したと主張し、さらにその年のうちに第3の衛星を予言した。しかし、太陽面通過だとされた現象は実際は、黒点であった。7 0 0トルもの大きさがあるなら、簡単に観測できるはずだが、直接観測が全くなされないことからも、この衛星の存在は否定された。 科学では否定されたが、先生術の立場から1918年、先生学者セファリアルは、この衛星は実在するが真っ黒だから、観測できないのだとして、リリスと名付けた。ダークムーンと呼ぶ者も,もいる。1950年代から70年代にかけて、地球と月のトロや天にコーディレフスキー雲が観測されたと言われる。その後は、観測例がほとんどないため、 実在を疑われている。火星の衛星、編集、火星の衛星も参照ガリレオは1610年の土星の輪に関する発見をアナグラムで発表した。ケプラーはこのアナグラムを誤って解読し、ガリレオは火星の衛星を発見したと誤解した。1643年、カプチン修道会のスキルレウスは火星に複数の衛星を発見したと主張した。 なお彼は同じ年に木星にも衛星を発見している。1747年、ドイツのキンダーマンが火星に一つの衛星を発見したと主張した。公天周期は59時間50分6秒とされた。小惑星の衛星、編集、小惑星の衛星も参照1978年、小惑星エルクリーナが、 構成 SAO12774 を延閉したとき、延平の前後にも原稿が観測された。ローエル天問題のボーエルラは、複数地点での観測をもとに、エルクリーナに衛星が存在することを示した。しかし、それ以降の様々な観測でも衛星は発見されていない。1979年、アリゾナ大学のテデスコは、小惑星パレス、小惑星オフィーリア、 小惑星にその高度曲線が色変更性に似ていることから、これらは巨大な衛星を持つ二重小惑星だという仮説を立てた。1979年から1980年にかけ、資金算天文台の大市長らは、小惑星、メティスの写真にコブのような出っ張りを発見し、衛星であるとした。なお、初めて公式に発見が認められた小惑星の衛星は、 1993年に探査機ガリレオが発見した小惑星イダの衛星ダクティルである。木星の衛星、編集、木星の衛星も参照1643年、カプチン修道会のスキルレウスは、木星に5つの衛星を発見したと主張し、ウルバノス8世の星々と名付けた。なお彼は同じ年に火星にも衛星を発見している。百七十五年、 コアルラは、テミストを発見したが軌道を見失い、2000年に、シェパードラが再発見するまで、未確認の第14番衛星とされていた。土星の衛星、編集様々な角度からの土星の輪、土星の衛星も、参照1610年、ガリレオは、土星の間を、土星の左右に並ぶ2つの衛星だと誤認した。1616 16年の観測では、観測条件が良かったため、 衛星でないことが確認された。ただし、ガリレオは缶を取ってと表現し、最後までリングだとは気づかなかった。1861年、ゴルトシミットは、タイタンとヒペリオンの間に、第9衛星を発見したと発表し、ギリシャ神話の経路音から、キロンと名付けた。しかし、キロンは再観測されず、1898年に、ピッカリングが発見したフェーベが、 第9衛星となった。1904年、ピッカリングはタイタンとヒペリオンの間に第10衛星を発見し、ギリシャ神話のテミスからテミスと名付けた。テミスもまた再観測されることはなかったが、1960年頃までは天文年間に掲載されていた。しかしついに1966年に発見されたヤノスが第10衛星とされた。 天皇星の衛星、編集、天皇星の衛星も、参照1798年、ハーシェルは11年前のチタニア・オベロンに続き、4つの衛星を発見したと発表したが、19世紀半ば以降に、恒星の5人とする見方が確立した。外縁天体の衛星、編集、太陽系外縁天体も、参照2003年、発見当初のセドナは、 非常に長い自転周期を持つとされ、自転を減速するほど大きな潮積力を及ぼす大型衛星の存在が推測されたが、その後の観測により否定され、自転周期も標準的なものと判明した。セドナの同類、編集小惑星セドナは、軌道長半径500天文単位という他に、例のない長大な軌道を持っているが、たまたま、今は近日点近くにおり、 またかなり大きいため、発見することができた。セトナと似た軌道の、しかし、セドナほど、観測条件が良くなく未発見の天体が他にも、多数ある可能性がある。それらは、ナイオールトの雲、イー、スチュ、ダドなどと呼ばれている。オールトの雲、編集、オールトの雲詳細は、オールトの雲を参照オランダの天文学者、 ヤン・オールトは長周期彗星や非周期彗星の起源としてオールトの雲という太陽系を嗅覚上に取り巻いていると考えられる仮想的な天体群の存在を主張している。2007年において確認されている太陽系天体の中でオールトの雲に属すると推測される天体は長周期彗星や非周期彗星のみである。詳細は非周期彗星の一覧を参照。休憩。 編集詳細は、流刑を参照アメリカ合衆国の天文学者のジョン・マティスラが提唱する仮説上の天体で太陽からおおよそ1万5千天文単位のところにあり、大体180万年ぐらいの周期で太陽を周回しているとされ、流刑なる名前がついている。木星の4倍ほどの質量があると見込まれている。長周期彗星の軌道を調べた上での仮説である。 広域赤外線探査衛星による全天観測の結果、2014年に存在しないとの報告がなされている。番星、ネメシス、編集ネメシスと軌道を変えられた小天体の創造図詳細は、ネメシスを参照、ネメシス仮説は太陽に番星が存在するのではないかという説。リチャード・ミューラーが著書、恐竜はネメシスを見たかなどで提唱した。 2600万年周期で太陽を回る晩星。2600万年ごとにオールとの雲を生み出し、太陽系に水星が無数に飛来することにより、恐竜などの大量絶滅が起きたとされる。赤色矮星もしくは褐色矮星であるため非常に暗いが観測は可能であるとされる。にもかかわらず、見つからないのは単に大きな固有運動を行う。 恒星であるとみなされているからであると説明する。公転周期が大きすぎるため、他恒星の重力の影響で存在できないとも言われている。広域赤外線探査衛星による全天観測の結果、2014年に存在しないとの報告がなされている。EN リスト・オブ・アンキン・ファームのエクストラ・ソラー・プラネッツも参照ピート・ファン・デ・カンプはアストロメトリー的観測に基づいて、 バーナード製の惑星の存在を1936年から主張していた。惑星の公転周期は25年とされ、一時期その存在はかなりの信憑性を持って語られていたが、さらなる観測により1970年代までに否定された。 ファンデカンプの時代には他にもいくつかの系外惑星の発見が報告されていたが、その後の観測によりいずれも五人であることが判明した。和この観測記録地球外知的生命体探査とは、観測天文学的に言えば、ある種の特徴的な電波を発する電波天体の創作である。この天体の存在は1960年頃から予想されているが、現在に至るまで、 確実な発見はない。唯一の例外かもしれないものは、1977年、オハイオ州立大学のビッグイヤーで電波望遠鏡が、短時間だけ観測した、未知の強い電波源、はオ・シグナルである。ただし、観測は一回きりで、再観測は成功していない。銀河系金棒の銀河の動きの観測により、銀河系から2億光年の位置にグレート、アトラクターと呼ばれる。 重力源が見つかっている。非常に大規模な銀河団があると予想されているが、直接観測は困難である。小惑星体の起源として、第5惑星が仮定されることがある。ここでの第5惑星とは、現実の太陽系、第5惑星、木星のことではなく、その手前の火星と木星の間にある、小惑星体がかつて一つの惑星であったとする、仮説である。 火星軌道と木星軌道の間は、ティテウス棒での法則の n イコール3の位置に当たるため、かねてから惑星の探索が行われた。結局見つかったのはケレスをはじめとする小惑星であったため、かつてこれらは一つの惑星だったのではないかという説が立てられた。しかし、小惑星帯にある小惑星をすべて合わせても、地球の月の位置、35程度しかなく、 現在では、木星の重力の影響で惑星になることができなかった微惑星の名残と考えられている。たとえこの位置に小規模の惑星があったとしても、太陽系の創成期にあたる数十億年以上前であろう。また、高機重爆撃機を説明するために、やはり火星と木星の間に惑星が仮定されることがある。この惑星は、低照者 チェンバーズとリサウアーによりプラネット V と名付けられた。この第5惑星は、火星と小惑星帯の中間の軌道を持ち、当初は、円軌道を周回していたが、太陽系形成後、数億年に軌道が不安定化し、地球をはじめとする岩石惑星やその衛星への、小天体の衝突が頻発する時代を招いたとされる。詳細は、低夜を、三正月の形成を説明する仮説の一つ、 ジャイアントインパクト説において地球に衝突したとされる天体をギリシャ神話の低野ーーから低野ーーと呼ぶことがある。この天体は地球の半分程度の直径を持ち、衝突時に地球周回軌道に破片を巻き上げ、月の形成の原因になったとされる。低野ーーの他にも以下のような原子惑星を想定する仮説がある。クロイツ軍の分裂、土星の輪は 数百万年以上の時間スケールでは安定でないため、衛星が比較的最近破壊されて生まれたとする仮説がある。木星の衛星はいくつかの軍に分類されるが、ヒマリア軍、アナンケ軍、カルメ軍、パシファエ軍の衛星はそれぞれ軌道に共通点が多く、かつてはそれぞれ一つの大型衛星だったのが破壊されたと考えられている。水星にもクロイツ群など、 かつては一つの彗星だったと考えられるグループがある。地球の反対側の L3 詳細は、反地球を参照反地球仮説は、地球と同じ軌道上の太陽を挟んだ反対側のラグラン重点、L3 に惑星が存在するのではないかという説。十を聖なる数とするピュタゴラス学派により、10番目の天体として仮想された。この仮説は、月の裏側と同じで、 地球から観測できない盲点であるという発想から生まれた説だが実在すれば重力で地球近傍小惑星や水星などの軌道に影響を与えるためそれらが観測されないことから存在は否定されている。ニビルも参照第10番以降の惑星のうち普段は冥王星の外にありながら小惑星体や地球にまで迫る極端な楕円型の軌道を持つもの 代表格は、ニビルと氷惑星である。このような軌道を取る天体として、長周期彗星やダモクレス族と呼ばれる、小惑星が実在するが、惑星クラスの天体については、他の惑星に及ぼす重力の影響が観測されない、ことから、存在は否定されている。ニビルとティアマトの伝説は、考古学者、ゼカリア・シッチンラが、バビロニア神話の遺跡の文言を解読して提唱した。 説。3600年周期の大円軌道で太陽を回る惑星で、アヌンナキという知的生物が住むという惑星ニビルは、第5番惑星ティアマト。ハインリッシュリーマンによって実在しないと考えられていたギリシア神話に登場するトロイア遺跡の発掘以降、神話の出来事を実在したものと解釈する風潮が起き、その極論によって考え出されたものである。氷惑星仮説は、 地球にまで迫る軌道を持つ惑星により、地球に水や生命がもたらされたとする説。高橋みが著書、灼熱の氷惑星で提唱した。インド占星術では、従来知られていた、七要星の他にラーフとケイトという二つの惑星を想像して、供養性としている。これらは、王道上にあるので見えず、日食や月食を引き起こすと考えられていた。 インド神話によれば、ラーフはもともと複数の首と尾を持つ蛇であったと、されるが、父海各藩の際にアムリタを、こっそりと飲み、これを知った、ビシュヌのチャクラによって、胴体を二つに引き裂かれ、上半身が暗黒星、ラーフ、下半身が水星、ケイトになったと言われる。ラーフ供養の一つ。インド神話やヒンドゥー教、仏教などによれば、日食や月食を引き起こす。 謎の暗黒星。インド先星術では、王道と白道の交点のうち、月が南から北へ通過する点にある惑星とされる。慶徳用の一つ。インド神話やヒンドゥー教、仏教などによれば水星あるいは流星とされるが、他の供用と同じく惑星として扱われる。インド先星術では、王道と白道の交点のうち、月が北から南へ通過する点にある惑星とされる。 古代中国の天文歴学では、便宜上、木星の胸像となる仮想の惑星、大細を設定していた。以上は、ある特定の天体が存在するという仮説だったが、ここでは、あるカテゴリーに分類される天体が存在するという仮説を挙げる。海洋惑星の創造図海洋惑星表面が完全に海で覆われた惑星。炭素惑星近くが、 グラファイトやダイヤモンドでできた惑星。クトニア惑星、木星型惑星の外装が剥がれ、個体核が露出した惑星。トローヤ惑星巨大惑星のラグラン受点を公転する惑星。コアなし惑星中心部に金属質のコアを持たない岩石惑星。種族3の構成宇宙で最初に生まれた金属元素を全く含まない構成。ダイソン玉構成を覆う人工的な 玉柄。非常に明るい赤外線天体として観測されると予言されている。ソーン、ジトコフ天体赤色巨星や赤色超巨星の核に中性子星が含まれている構成。クアジスター中心にブラックホールを含んだ宇宙の初期に存在していたと予言されている構成。ブラックホールの直接観測の創造図ダークエネルギー、スター、ダークエネルギーを吸い込んでいる。 ブラックホール。スーパーエクストリーム、ケルオブジェクト非常に時点が早いか、ブラックホールマイクロブラックホール量子サイズの微小な、ブラックホール。質量は小惑星程度。原子ブラックホールビッグバン直後の高密度な宇宙での密度揺らぎから形成される可能性のある、ブラックホール。クオーク星の候補3 c 5 8九スター、超対称性粒子などを含む、中性子星。 クオーク星、ストレンジレッドでできた天体。黒色矮星冷え切った白色矮星。現在はまだ存在しないと推測されている。グラビスターブラックホールに似るが得意点を持たない。プリアンスタープレオンでできた天体。ボソン星ボソンでできた天体。ホワイトホールブラックホールの逆の性質を持つ天体。MECO ブラックホールに似るが非常に強い磁場を持つ。 ブラックホールと思われている天体だが実際には MECO かもしれない。ありがとうございます。